乳鉱山、乳鉱山は、三重県滝郡滝町にあった、水銀鉱山である。入水銀鉱山、炭上炭鉱、入水銀山ともいう。中央構造線上に位置し、加工岩質を母岩とする、劣化重点鉱床である。主要鉱物は、新社、黒新社、自然水銀、軽観石、意識、輝きやすこう、白鉄鉱、崩壊石。 水銀交渉であるが、景観一種と一式の産出が比較的多い。主要な交渉は、道口、灯籠から日の谷、鳴谷、柳谷の3カ所の鉱脈群である。1942年、昭和17年の名古屋通産局による分析結果では、水銀の含有率は、保賀口付近において2.03%、日の谷前においては1.81%であった。 鉱石の品位は0.5%であり、当時の全国平均は0.3%であった。縄文時代から、入鉱山とその近辺で新社の採掘が行われていた。入鉱山に隣接する一家の谷、新都寺、天白遺跡からは、粉砕した新社を利用した縄文土器が発掘されており、新社原石や新社の粉砕用に利用したと見られる石臼も発見されている。 さらに、40カ所以上に及ぶ採取口跡が付近から発見されており、新社の色彩を利用した土器製造と新社の採掘、加工が行われていた。鉱山の名称であり、地名ともなっている、ニューとは、単土、主社、新社が採取される土地のことを指すとする説が有力である、ニフを、稲積を呼ぶ名称のニホやニフと同じとて、 神の降臨を迎える締め山とする折口忍の武による遺説もあり。また、古代に水銀や種舎を採掘、加工していた氏族の名前とされる。彼らは、ニューズ姫、ニューツ姫、丹精神秘女とも各を祭神として、活動拠点に、ニュー神社と名付けられた神社を建立した。また、地名としても、ニューという名が残っているほか、イリ、ヒトシサカイ、ニホ。 モンイディとニューから変形した地名も存在する。ニュー鉱山の位置する道長ニュー地区もこうした条件が揃う土地であり、ニュー神社が存在する。523年、慶大天皇十七年の創建とされ、この神社は八世紀、大仏中造、皇術の際に水銀を求める祈願がなされた。その祈願通り、水銀が算出したため、四十三年に、 入明人の名を賜っている。また、江戸時代の記録では、八百十九年、公認十年には、夏の日出りから直礼によって、寄与をし、秋になるとタウとなったので、止めうを祈らせたという。高野山麓には、ニュー姫神社が存在し、ニュー姫が、祭神となっている。ニュー姫はもともと、大和国の入川の果てに住んで見えたので、名付けられたという。 現在、ニューズ姫は、キウトメウの神であり、同神社は、同信仰の拠点となっている。また、ニューズ姫は、伊勢国に姿を見せた、ともされている。同地は、誕生死の本拠地だったとも言われ、水銀にまつわる神と考えられる。このことから、ニューズ姫神社と、同町入地区の入神社は、キウトメウ信仰とともに、水銀工業に関するつながりもあるものとみれる。ただし、 元来、ニューズ姫とキュートメウ信仰は無関係のものであった。これは古代の水銀工業の衰退に伴い、誕生氏が水銀工業から農業に生業を転換していく際、農業に重要な水を司る女神である水派の目を主審に迎え入れた。この結果、ニューズ姫と水派の目の混同されるようになり、ニューズ姫はキュートメウの神となってしまった。 一方、入神社には、金山姫と金山彦の男女一組の神も合祀されている。他の鉱山でも山の神として祀られることもあり、鉱山に密接した神といえる。七世紀末、俗日本期の文武天皇二年、六百九十八年九月二十八日の上であり、日立国、備前国、伊予国、日向国、そして伊勢から主者、 新社が献上されている。特に、伊勢国の場合は、主社と共に融王、意識が献上されている。融王は、有毒なヒ素鉱物ではあるが、当時は貴重な薬品として流通していた。乳鉱山の大きな特徴として、副産物の意識の産出が多いことがあり、現在のところ、この時献上された伊勢山の水銀は、炭生産のものであったと考えられている。年。 和道六年には、伊勢国のみから主舎が献上されている。905年、演技五年の演技式には、主舎と水銀に関する規定が記されている。また、民部下、公益雑物には、伊勢国から水銀四百斤が朝廷に献上されている。水銀の生産は、圧倒的に伊勢国であったとみられるが、同時に、多財布からも、 主が献上されており、中国からも輸入していた可能性もある。古代における水銀の用途は、種、ベンガラ、赤土、炭土と共に主者が顔料として用いられていたほか、アマルガムメッキ用に水銀が用いられていた。特に、奈良東大寺の恐れ者名仏像、大仏の建造の際には、つくづく銅73万7560金と、共にメッキ用に、 1> 金一万四百三十六両、水銀五万八千六百二十両、さらに水銀機械用に木炭一万六千六百五十六国が上達されている。この際に使用された水銀はべて伊勢山で賄われていたかは不明。ただし、その後、戦乱によって損壊した大仏を再建するために用いられた水銀はすべて伊勢山であったと考えられている。 伊勢山を含めた水銀や種者が公益品として中国にも輸出されていた。1056年、天行4年、藤原明栄の新猿楽期には猿楽見物客の一人として八郎新人なる商人の首領が登場している。彼は動物として中国産の種者を扱う一方、本町物として国産水銀を中国に輸出していた。 この頃は皇術の大仏再建におけるエピソードも考慮すると、すでに国産水銀の生産のピークを超えていた可能性がある。日創造、常人の三天台五大山木巻一には、1072年、延久四年、非全国松浦郡壁島より、東人の船に乗り込んだことが記されている。その際に三人の当人船頭に、米五十国、木の百匹、 内木二重、砂金四少量、上上百丁、鉄百丁と共に、水銀八十両を贈与している。また、同書下にには、常人を乗せていた船の主である当人の総集が、日本にて、異様や水銀を買い付けていたことが記されている。このように、伊勢山の水銀が徴用されていたが、数少ない入港山の現場記録として、今尺物語集に収載された説話がある。 これはあくまでも仏教説話であって、信仰の重要性を唱える物語であり、必ずしも事実に沿っているとは言えない。誇張等もあると考えられる。しかし、乳鉱山における水銀採掘現場をほぼ直接記したものであり、貴重な資料と考えられている。律令制度の衰退に伴って、他の物資ともども、都への水銀供給が滞るようになり、 水銀価格が上昇していった。この状況を利用して、水銀商人が出現するようになっていった。1183年、樹影2年、長元が大仏再建に際して資材調達するが、水銀だけが入手困難に陥っていた。しかし、水銀採掘に関わっていたとみられる、伊勢国住人、大中富房の旧宅から水銀に万両が、弟子、これを、 ご白河は法王に献上した。このうち、水銀一万両を大仏再建に使用した。このように、寺院の資材として水銀は重要であり、各寺院が水銀を備蓄していたとみられる。入には日本で唯一、水銀座と呼ばれる座が存在した。水銀座も他の座同様、本所と呼ばれる品護社が存在したが、それは、近隣の伊勢神宮ではなく、朝廷の中心に位置する。 石棺家が本所になってたのではないかと考えられている。伊勢神宮側が朝廷に対して小取引や水銀山の領有をめぐる理由の水銀商人の横暴を告発する訴訟が提起されている。当時、水銀座は石棺家の権威を借りて威圧的に小取引を進めたり他の座の利権を侵食したりすることもたびたびあったと見られる。常年狂気には 1257年の6月2日及び6月14日、昇華元年の4月19日及び5月1日に、誤差外院と考えられる院の細工所と、水銀区御人と呼ばれる、水銀商人との間に起きたトラブルをきている。久御人とは、中央監視に属している、特権的な商人のことを指す。このことから、水銀商人は、朝廷の中央の庇護を受ける形で、入手編に、 数多く存在していたと考えられる。東鏡まには、1227年、安定元年に、本間元忠という御家人が、鎌倉幕府の命を受けて、乳酸の悪党、丹上馬之丞を討伐しようとしたが帰り討ちに、愛失敗。再び討伐を試みるが、今度は、友軍が逃亡する事態となりまたも失敗したという、記録が残っている。さらに、 川田入道なる入の住人がおり、彼の死は王城と見られた。川田氏の旧宅を訪れれば王城が得られると近畿の民衆が押しかけ、これを伊勢神宮が川田氏の旧宅に近づく者は穢れを得るのみと牽制する事態に至っている。彼らは入を拠点とする悪党と呼ばれた実力者と見られ、いずれも水銀を資金力や行動力の源にしていたと考えられる。 入村を拠点としていた豪商として、長池が存在する。八豪を梅屋と言い,い、江戸時代初期には、入の梅屋か伊沢の太郎寺、松ヶ島では、伊豆倉かという利言もあった。戦国時代には、同地を支配していた北畑氏の配下にあり、さらに家臣となることを求めたともされる。長池は日本における、打艦紙幣の先駆けである、丹城うがき、梅屋札と呼ばれる。 羽ねを発行し、現在も、寛永年間、1624年から1644年に発行したものが残存している。打官紙幣を発行するには信用と財力が必要であり、同時に、長い家が長年存在し続けた証拠とも言える。また、子孫の一人である、長い全米は、戦国時代に荒廃した入神社や、寺院の再建に努めたとも言われる。ただし、 全米がどのような商業活動を行っていたのかつまびらかではない。また、長池と水銀を直接結びつけるものはなく、数々の伝説も複数の人物のエピソードが合体してしまったものと見られるものもあり、実態は謎に包まれている。このように水銀は重要な物資であり、これによって誕生は中央と強い結びつきを持っていたと見られる。こうした 実際の水銀生産をめぐる遺跡として、入和紙遺跡が存在する。ここからは、新車原石や新車粉採用と見られる10点の小型石臼のほかに、水銀の精錬に使用したと考えられる亀が発見されている。亀の内部には、水銀鉱石等の分量を示すと考えられる墨線が引かれている。また、亀の内部からは微量の水銀が検出されていると、同時に、 最高 256,300ppm に達するヒ素が検出されており、これは天然のヒ素鉱物に匹敵する。秋葉松の技術書、天候怪物には、新車を容器に入れて加熱し、気化した水銀を冷却、液化して採取する図が存在する。この方式は、現在の水銀精錬の原理にも通じる蒸留精錬であり、日本においても、 同様の精錬が行われていたと考えられる。戦術したように、乳鉱山からは、景観石や石器といったヒ素鉱物が多く産出する。高濃度のヒ素は、水銀鉱石を精錬する際、新社に告示した景観石が混入したために検出された可能性が高い。このようなことから、乳和紙や遺跡は、中世における水銀精錬遺跡であると見られる。 室町時代には、炭生産の水銀は、従来の用途のほかに、伊勢おしろいの不可欠な原料として使用されることになった工術、伊勢おしろい、伊沢恵子。しかし、その一方で、鎌倉時代から、堺や博多において、手座が形成されてきた。この手座は中国から輸入した技術でもって、酒を製造し、原料もすべて、中国産の輸入手者に頼っていた。 中国での水銀採掘が活発化するのと対照的に、国産水銀の生産は前減していき、質も低下していったものとみられる。入鉱山がいつ旧山下かは定かではないが、室町末期には伊勢おしろいの原料である水銀は、丹生産から軽々で輸入された中国産の水銀を用いるようになったとされるので、この頃には水銀採掘が休止したとみられる。 江戸時代でも、丹城が水銀の産地であることは知られていた。1661年、一万や4年の長い常連筆記には、朝と晩に水銀山の割れ目、高校から水銀が出てきていると記している。また、西村割れん、炭道屋はには、水銀の炭鉱のために、急校に入った男が落盤に巻き込まれた話が、載っており、 妻の不条が原因であると記している。1736年、原文元年、ニュー村の医師、北川丹幸が水銀漆屈を松坂奉行所に願い出たが許可されなかった。肝炎3年には、紀州藩が漆屈したが失敗している。また、天保年間には、松坂に住む亀井坊及び、自中坊が共同で漆屈するが、視力が続かずに挫折した。 このように、江戸時代における試屈や炭鉱のすべてが失敗に終わっているが、佐藤信弘の祖父にあたる佐藤信豊は土性弁において水銀の算する山の土は必ず赤色という独自の理論を提唱し、当時、日本における水銀生産が途絶していたことを嘆いている。当時、中国から輸入されていた水銀は貴重かつ高価な品物であったとみられる。 孫の信弘は、経済洋録において、祖父の理論を実践して、入鉱山を含めた各地の水銀鉱山を探鉱した。そして、水銀鉱山の再開発と水銀の国産化が重要であると強調した。しかし、江戸時代に入鉱山が再開されることはないままだった。明治時代に入っても入鉱山は、旧山が続いた。わずかに、大日本国史に、 新社の産地として、伊勢国乳村の名前があるのみであった。大正時代も依然として、旧山状態が続いた。乳鉱山の再開が現実化したのは、1940年、昭和15年である。東京で古書店を経営していた北村里志造が帰郷し、独学でもって乳鉱山の炭鉱を開始した。乳南部地帯から始まり、最終的には、 日野谷港が有望と見た北村は、敷屈に際して算出した鉱物を丹念に観察するとともに、採取した新車を使用して、自宅の庭で水銀精錬の研究をも行った。特にこの水銀精錬の研究結果は重要であり、後に乳鉱山が再開される際、この結果をもとに、オリジナルのレトルト式蒸留精錬装置が構築されている。 単生産鉱石の水銀含有率は0.5%であり、当時の全国平均は0.3%であったから、十分商業ベースに乗ると考えられた。1948年、昭和23年に、北村によって書かれた、監督官庁へ提出する鉱山現況法書では、従業員7人で、月産 340kg の生成水銀を生産する計画が記されている。 しかし、北村は研究途上の同年制御し、再開発計画は中断した。1954年、昭和29年、北村の妻吉子と、鉱山技術者であった中瀬子良平が、乳鉱山の再開発に着手した。中瀬子は、北村が残した資料をもとに、レトルトロを構築して、小規模ながら、採掘から、 水銀地金の生産まで一貫して行うこととなった。1955年昭和30年本格的な創業を開始し、1956年昭和31年には 34.5kg 鉄製フラスコに充填された水銀地金2本を大阪の業者に売却している。当時、蛍光灯、農薬、乾電池向けに 水銀地金の価格は上昇しており、34.5kg で11万3000から12万5000円が相場だった。ちなみに、当時の高校教員の初任給は1万円弱であったという。建設された炉は以下のような仕組みであった。水銀価格の高騰が続いていたにもかかわらず、1956年、昭和31年5月頃にはまたも、旧山となった。 その後、入鉱山の工業圏は、奈良県で大和水銀鉱山を経営していた大和、金属工業、現、野村鉱山に条とされた。旧山後も、同社によって炭鉱が続けられ、1962年、昭和37年には、金0.6%を記録している。1968年、昭和43年になって、同社入鉱業所が開設され、 総事業費3000万円に可燃計画でもって機関車港を掘削した。昭和45年8月には本格的な採掘を開始。採掘された水銀鉱石は全量、陸上で奈良県の山戸水銀鉱山に運搬されて処理された。しかし、水銀鉱害が社会問題化しつつある中、水銀生産を続けていた山戸水銀鉱山が水質汚染や 需要低迷から閉山し、条件の合う鉱石の受け入れ先がなくなった。1973年、昭和48年11月30日をもって、入港業所は閉山した。大和金属工業による鉱石採掘量は月産700トンであり、水銀約3トンを晩有していた。現在、入地区は、入神社と神宮寺を中心として、観光地として、 再開発されている。行道入り口付近の観光施設鉱山や土地も1950年代くらいに採掘された鉱校と旧リトルトロを中心に整備されている。しかし山中には現在も数多くの鉱校跡が残っている。大和金属工業が採掘した鉱校は危険防止のために閉塞されたが、現在では草木に完全に埋もれてしまっているという。 入鉱山と関わりの深い伊勢おしろいについても、ここで紹介する。入鉱山に近接する三重県松阪市伊沢地区を中心に生産されていたので、伊沢恵子とも言う。また、五所おしろい、原屋とも言う。水銀系のおしろいの成分は、塩化第一水銀、観光であり、透明の結晶体である。原料は、水銀の他に、食塩、水、ジット、赤土の一種である。 製法としては、水銀、食塩、水、ジットをこね合わせ、鉄釜に入れて、粘土製の蓋である、ほつツきで折って、約摂取600度で約4時間加熱する。すると、ほつツきの内側に白い結晶が付着する。これが塩化第一水銀であり、これをほつツきから払い落とし、白い粉状にしたものが、水銀おしろいである。おしろいは、鎌倉時代に、 中国から製法が伝来したとされる。当時のおしろいの製法には、水銀の存在が不可欠であり、入鉱山が存在する、この地域に伝播することになった。文案年間1444年頃には、鎌元が83件ほど存在していたという。1453年、京都区2年には、三軍内上税ご注文に、稽古鎌本に対して課税がなされた。 鎌倉時代から稽古座が存在し、これは伊勢神宮が本所となっていた。その後、本所は公家である京の薄い絵となり、現地に大館が置かれることとなった。伊勢伊沢お白い公用として、年に六館分が本所に収められた。その後、本所は北畑屋等に移った。伊沢の稽古賞は、お白いの他にも小間物等も扱っていた。当初、 おしろいは化粧品であると同時に、腫れ物といった皮膚疾患を治す薬品として、貴族の間で珍調されていた。また、時としては概要ばかりでなく、払いの内容薬としても用いられていた。これが一般に広まったのは、伊勢神宮の腰が諸国の旦那に大神宮のお払いと共におしろいを配るようになったことがきっけである。室町末期には、遠泊庫が輸入されだし、 入鉱山の水銀から輸入水銀に原料を転換している。塩泊湖の普及に押されていたが、16世紀頃に梅毒が流行。18世紀頃になると、伊勢おしろいは、くば薬として、再び注目されることとなった。また、白身よけの薬として人ばかりでなく、牛馬にも使用された。しかし、鴨元も17件程度に減少し、稽古座も崩壊して、江戸時代には、 株仲間となった。1620年、現那6年には、鳥羽半領伊沢から商売29国ごとが納税され、1624年、官営10年以降は25国に減少させて納税した。江戸時代には新規の鎌本設立を規制し、16期に制限された。明治時代に入ると製造過程で水銀中毒が続発したことや、 洋式の第一塩化水銀の製法が普及したこと、医薬品の法的規制の強化によって、鎌本は減少していった。1953年、昭和28年に、最後の鎌本が廃業して、伊勢おしろいは途絶した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。